はい、どうも、です。本日なんですけども、ビクトリアマイルの最終結論を取っていきたいなと思います。その前にですね、毎年恒例ダビーバーゲンプレゼント企画ということで、プレゼント企画してます。高評価 ×30 円、チャンネル登録者数 ×50 円、ダビーの馬券購入して払い戻し金をプレゼント企画するという内容です。詳しい詳細は別の動画で出しますので、そちらをチェックしてください。それでは早速本命からいきましょう。本命は10ハッピーローズにいたしました。現在14番人気 119.1 倍ということでね。まあ3桁オッズを本命にするのはまあまあ久しぶりって言ったら、マスコールインしてるんですけど、まあこのままね、前走なんですけれども、まあ、3番ということもあってね、まあ、外に出せないっていうところで伸びないうちを最後の直線も走っての6着ですし、まあ、坂登る前に関してはね、マスクとディーバーも刺す勢いで、まあ、うちを伸びないうち伸びてきて、まあ、一瞬ですけどね、まあ、見れたっていうところは非常に評価しております。で、東京の芝の成績と左回り芝の成績を考えても、まあ、100倍つくほどの、まあ、馬ではないのかなと個人的には思っておりますし、ノーチャンスではないのかなと思います。で、今回ね、マスクとディーバーナーミュールの2強オッズにはなってるんですけれども、まあ、それ以外は結構団子だと思ってますし、3着っていうところではね、十分チャンスはある、馬なのかなと個人的に思ってます。はい、続いてカエル人気馬ですね。ナミュールにしました。前走はね、私の本命ファクトゥールシュバルに、まあ、あれだけ迫れる内容ですし、まあ、非常に強いかなと個人的には思いましたね。で、本当にマイルチャンピオンシップからね、覚醒して、まあ、このまま止まらないね、このまま、マジで殺し勝ち切ってそのまま引退しそうなぐらい止まんないんですけども、まあ、波に乗ってるんですけれども、まあ、金3走の内容ですね、まあ、どれも強い。確かに強いんだけども、まあ、全部が全部最高峰からのレースなんですよね。で、まあ、今回の東京がまあ B コース代わりということで、まあ、インが止まらない前残りのババっていうところになってくるので、まあ、届かない可能性はありますが、まあ、土曜日見てるとね、まあ、例年ほど届かないわけじゃなくて、もともとこの時期の東京って意外と雨降りやすくて、まあ、結構やや馬だったりで走ってはするんですけれども、まあ、去年に比べてね、馬場はそんなに前残りではないのかなといった印象で、清杯スプリングカップですかね、まあ、レッドモレーブが大外一気で伸びてきたんですけれども、まあ、力がある馬なら差し切れるのかなと、大外一気決まるのかなと思いますので、まあ、この馬の力を信じるのみでございます。カイラアナウマですね、フィアスプライドにしました。まあ、正直褒め候補ではあったんですけれども、まあ、土曜日のね、クリストフの記事を見てると、まあ、かなり消極的に乗っているなと、まあ、ここで精細食らうとね、ダービーレガリーラ乗れないっていうところにもつながってきますので、まあ、かなりセーブして乗ってる感じがしました。で、まあ、ここでもその騎乗になっちゃうと、まあ、ちょっと、まあ、チャンスっていうのは生まれにくくなってしまうのかなと、まあ、個人的に変えたくないなと思ったのと、まあ、意外とね、4番人気11倍というところで、まあ、売れてしまっているってところでおつめ読みもないですし、まあ、本命から外れてこちらに回ってきたって感じですね。まあ、クロッツなんで穴馬として認定はしてるんですけれども、まあ、個人的に評価は落とさせていただきました。で、危険な人気馬ですね、ウンブライルにしました。まあ、騎手だけで人気してますね、川田ジョッキー。はい、まあ、前走も外差しが効いただけで、まあ、スコールウィン、マスクオールウィンじゃないね、マスクとディーバーとの差っていうのは、まあ、着差以上に、まあ、かなりあるかなと個人的には思ってますので、まあね、厳しいんじゃないかなと思いますけど、3番人気、まあ、正直ありえないよねって言ったところですね。で、まあ、ここ2走じゃねえな、2走前は飛んでるから、まあ、NHK マイルカップ、そして前走の阪神インバステークスの2走なんですけれども、まあ、スローペースで展開が向いた後、外差しが向いたってところで、まあ、展開が向いてるんですよね。で、今回おそらくスローになると思いますので、まあ、展開は向かないであろうと。で、そうなった時に、この馬がどれだけ
のパフォーマンスを出せるかというところが、試金石になってくるのかなと、個人的には思っております。で、現在オッズマスクド・ディーバが2.7倍、ウンブライルが9.7倍。なら俺はマスクド・ディーバの2.7倍の短所を買いたい。以上です。はい、というわけでね、こんな形で、ビクトリア・マイルの最終決断でした。予想は当たるんですけど、馬券が当たらないというところでね、なんとかしないといけないなと、買い方変えようかなと思います。5月12日、母の日なんじゃない？そうですよね、母の日ということでね、ぜひ皆様、ビクトリアマイル買って、母の日にお母さんに感謝を伝えてみてください。それでは、お疲れ様でした。お疲れ様でした。